皆さんこんにちは、ともりあらたです。皆さん透明感出したいときに邪魔な色って茶色だけじゃなくて黄色もありますよね。特に私たち日本人はですね、黄ばみやすい茶色だけじゃなくて黄色もやっぱりケアしていきたいというところがあるので、今日は最新の黄ばみ対策スキンケアアイテムをご紹介したいと思います。まず皆さん、黄ばみの原因って何か分かりますか？もちろんたくさん あるんですけれども、今一番黄ばみをですねケアするために必要だって言われているのがビリルビンという色素のケアになります。それを聞いてねパッと思い浮かんだのが SK2 のこのウルトオーラエッセンスだと思います。寝不足によって起こるビリルビンの蓄積が肌でも起こるということが分かって、ビリルビンをケアしていくっていう成分が入っているのがこのウルトオーラエッセンスになります。透明感を出していくにはビリルビンケアすごく必要だよねっていうことで、今回ですねアルビオンさんもビリルビンに対して注目をしています。じゃあアルビオンさんはどういう風にしたかっていうと、もちろんこのビリルビン自体を作らなくするようにする、酸性を抑制するっていうアプローチとですね、とは言ってもやっぱり寝不足だったり食生活の乱れだったりとかでどうしても表皮の細胞にビリルビンというものが溜まってしまう、それをじゃあしっかりと排出するようなケアをすればいいんじゃないかっていうダブルの方向でケアをしています。どういう風に酸性を抑制するかっていうと、水溶性のビタミン C 誘導体の一つであるL アスコルビン酸硫酸エステル2ナトリウムっていうものとですね、肝臓エキスから出る肝臓フラボノイドというものを掛け合わせたエキスを入れることによって表皮でビリルビンが作られるのを抑制してくれるということを発見しています。そしてもう一つはリノール酸エチルっていう成分がですね、表皮にビリルビンがついたものを排出を促進してくれるということが分かっているので、抑制と排出を一緒にすることで作らせないようにするし、ちゃんと排出できるっていう感じで黄ばみを抑えていくっていう感じになります。ただ黄ばみだけではやはり透明感って出ないので、黄ばみだけじゃなくて茶色み取るには何かっていうと、アルビオンのセルフホワイトミッションにはですね、トラネキサム酸とあとはビタミン C の誘導体、さっきのビリルビンを抑制するのは水溶性のビタミン C の誘導体だったんですが、今回の茶色みを抑えるっていうのはじわじわ効かせなきゃいけないので、脂溶性油に溶けるビタミン C の誘導体を入れています。それがテトラにヘキシルデカン酸アスコルビルという油溶性のビタミン C になります。なのでトラネキサム酸とその油溶性のビタミン C を掛け合わせることによって、よりメラニンを酸性するというものにアプローチして茶色みとなる原因のメラニンを抑えていくというところになるんですね。透明感を阻害するようなものをしっかりとケアするということは分かると思うんですけれども、美白って一瞬でパッと明るくならないと使い続けるっていうことあんましたくなくないですか？当たり前だけど1ヶ月とか2ヶ月使うのは必要だってことは頭で分かってるんだけれども、例えばお風呂上がりのようなお肌になるには即効性ってとっても大事だと思うんですよ。そこを考えたのがやっぱりアルビオンのセルフホワイトニングミッションなんですね。皆さん知ってました？アルビオンってどういう意味かっていうと、白い国っていう意味らしいんですよ。私も知らなかったんですが、なのでアルビオンっていうのはやっぱり美白とか透明感っていうのに10年ぐらい前から研究をしていて、黄ばみっていうことでビリルビンの抑制と排出っていうこと、そして茶色みは脂溶性のビタミン C 誘導体とトラネキサム酸というところでアプローチしてるんですけども、即効性が必要だよねっていうところ、即効性を出すには何が大切かというとやっぱり角層なんですよ。角層っていうものが水分で満たされていると綺麗に反射するので、まるで本当お風呂上がりのような白くて透明感のある肌になるんですね。で皆さんも分かりますよね、なんかお風呂から上がるとパッと明るくなるけど、でもちょっと時間が経つとやっぱりそれってなくなっていくのは角層に水分がある程度あるからなんですね。じゃあ角層に常にお水を満たしちゃえばいいんじゃないって考えたのが今回の美容液になります。肌の角層には自由水っていうものと結合水っていうものがあるんですね。結合水って何かっていうと、角層内のアミノ酸とか脂質と一緒になっていることによって蒸発しにくい状態であるものを結合水というふうに言います。
その反対の結合水は、まあ、アミノ酸だったりとか脂質を結合しないでいるのですぐに蒸発してしまうんですよ。なので結合水、まあ、要はアミノ酸と脂質をしっかりと結合しているお水を増やすことが角層の水分を維持するということにはすごく重要なんですよ。なので蒸発しないように結合水にするために入れる成分としてケイ素の誘導体というものを入れています。ケイ素の誘導体というものがこのお水を入れた時にですね、アミノ酸や脂質と結合されて角層の中にしっかりと水分として入れるっていうようになっているんですね。それによって通常だったらすぐにね蒸発してしまうような、まあ、お水がちゃんと角層にあることでより速効性のある透明感を出してくれるっていうことになります。あとはリンゴ酸オリゴ糖カルシウムというものも配合しているので角層がちゃんと並ぶっていうところをサポートしてくれるんですよ。なので角層に結合水がいっぱいあるだけじゃなくて角層自体の並びが綺麗になるので光がちゃんと入って反射していくっていうことで透明感がアップされるんですね。なのでお水もいっぱいありながら角層の形も並びもしっかりすることによって透明感をアップ速効性を出すっていう感じになっています。はい、ということで今日はですね、黄ばみケア、速効ケアができるアルビオンのセルフホワイトニングミッションについて深掘りしてみました。やっぱりアルビオンといったらもう美白のね化粧水とかあの美容液とかたくさん出しているのでやっぱり使ってもらうためには速効性ということを重視して結合水だったりあと水分量を入れて並びを良くするっていうことを考えて黄ばみケアとあとはメラニンケアということを加えて美白っていうことをずっと研究してきたブランドさんならではだなというふうに思います。なので皆さん速効性とあとは黄ばみケアとかあのメラニンケアしたいよという方はですねぜひぜひチェックしていただけるといいんじゃないかなと思います。ということで今日の内容良かったよという方はですねグッドボタンを押していただいたり今回のアルビオン以外にもこれも深掘りしてほしいというようなスキンケアアイテムがありましたらぜひぜひコメント欄に書いていただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。